残しすぎないこと、はい、こういう風にいくよりはここで離してで、まずは薬指だけこっち先押さえちゃう、はい、で、後から人差し指を持ってくる、はい、
すようにして、最初薬指でたたって人差し指に乗っけて、ここは最初はもうゼロだから、これ弾いてる時に準備して。ですけど、全部親指で弾きます。で、このソー三弦で、こう言ってもいいし、四弦の5フレットでも、で、これね、ギターによっては、クラシックギターだったら、4弦の5フレット使った方が音色がね、統一されるから。違うでしょ。違いますね。あ、まあ、ビブラートかけてもいいんだけど。はい、だけどそうすると、あ、
から最後もこの切り7に人差し指使わないで、あでこういう風にずらしちゃう。